はい、来ました。熊田原翔之助選手、そして末重作人選手の試合をお届けします。熊田原翔之助選手はね、こう自衛隊で、まあ、アベレージ見ても分かるようにかなりうまいですよね。いやー、こううまいですね、末重選手も。さあキープで60取って60で返すみたいなね。腕のね振りがすごいですね、末重選手。初めてね見ますけど、まだ若そうですし、まあ、腕の振りがピシッって感じですごい。まあ逆の意味でこの熊田原選手も腕の振りがねこうマイルドっていうかソフトっていうか力抜いた感じのいい腕の振りしてますよね。さあ341から、どっちかって言ったらね、こうスペックも短いし、スペックも短いし、こうフライトもちっちゃいからね、こうダイレクトっていうかちょっと下からこう狙ってますよね。その辺のスキルもすごいありますよね、末重選手。156残り。そうですね、下からもう絶えず自分のコースを決めてますよね。226残り、20からいくんですかね。そして19からもう一回20、これで上がり目が出るんですよね。だから20、20、19とかね、そういうパターンでいいんでしょうけど、まあいろいろ人にはこう行き順っていうのがありますからね。さあそして92残りを20、そして72残りをもう1本、そして52残り、トリプルに入れば12っていうことですね。60取って107残り、52残り、20からの32トライ。うまい。うまいっすね。まあね、どん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 ね、うまい選手出てきますよね。もう狙うところが一貫してますもんね。この
三角形のチーズの方を狙ってますもんね。三角形の下ですよね。ここに来ても狙えますよね。あんだけ空いてたらですね。あれがギリギリだったら少し60狙いにくくなるんでしょうけど、さあ逆ですよね。ほんと逆ですね。腕の振りも逆、ダーツの飛ばし方も逆で、1投目のつけ方がもう逆ですよね。この2人、ここだと狙いにくいから19に行くんですよね。やっぱりそういう流れですよね。だ動くっていうよりはどっちかって言ったら、こう杉江志恵選手の場合はこう20と19を使いこなすパターンですね。ここから上げていくんですよね。トリプル捉えてもう1本、いやうまいですね。251から、さあ191から、あーっと190だからこれ20ラインいかないといけないですね。そして20入れて170、ナイスアレンジ。あ、末重、あ、ワールドカップの、あ、そうで、そうですよね。さあここは落下です。WDF、 あ、経験があるんですね。天才少年、あ、も元いや元い、あ、そっか、年前ですよ。いやでも全然すごいプレイヤーだと思いますよ、今も。さあ来た、もう一本。さあそして80取って90残り18、さあここも決めてくる。そして36アレンジ、ナイスアレンジ。さあ117残り、これは20からいくと思いますけどね。あ、19からいくんですね。あ、そうなんだね、19からいってっていうことですね。97、98にしたのを、ちょっとさあ57残り、17入れての20ダブル。うまいうまいなダブルがもうすごいですね。さあ20ダーツブレイク、さすがの熊田原翔之介選手もちょっときついですねこれね。今多分近いところでアレンジしたんですけど、98を48からいってインブル狙いっていうのは僕初めて見たんですけどね。98はやっぱり60からいった方が多分割合的にはチャンス多そうな感じするんですけどね。4パーをあえて入れてインナートライする必要があるのかって言ったら、まあまあその多分19から16の流れが狙いやすいとか確率が高まるっていうことなんですかね。まあ、ここは多分本人がそれが好きなんだからそういうアレンジも持っていったと思うんですけど、
98を 4% とインナーっていうのはちょっとなかなかあんま初めて 見ましたね。まあありなのはありなんでしょうけど、本人の特性から言って さあそして325残り、いやいいとこつけてますよね。1投目この間になんかポッと入ってきそうですよね。ねえ、なんかねいい感じですよね。さあでも熊田原選手もこのままじゃ終われない。さあ265オール19もしくは20でいくんなら、このあと多分18、あもうこれで出ないですよね。154残り153から、200から180。さあ上がり目はしっかり作ってきました。やっぱちょっと腕の振りがただもんじゃないですよね、しげ選手は。さあ20から14、54残り。そしてアレンジからの、さあここはね決めたいですね。決まらず。さあ末重選手ワンチャンス。さあ10ダブル近い。そしてあーこれはいけない。アレンジまで、あっと。あー、ダブル決まらず。これでアレンジからの20ダブル。あーここも決まらず。10アレンジですね。6を多分狙ったんだと思うんですけど。Thank you.
決まった、末重選手、末重選手がベスト16進出。